一番乗り場に柏神宮前行各駅停車が4両編成で参ります危険ですから黄色い線までお下がりください大久保、新田辺、新宝の高野原、大和西大寺へは後の急行が先に到着します武田、武田ですお忘れ物のないようご注意ください 一番乗り場から柏神宮前行き各駅停車が発車します一番乗り場に柏神宮前行き各駅停車が四両編成で参ります危険ですから黄色い線までお下がりください新田辺、高度、宮巻、宮津へは後の急行が先に到着します 武田、武田です。お忘れ物のないようご注意ください。一番乗り場から柏神宮前行き各駅停車が発車します。一番乗り場に大和西大寺行き各駅停車が4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。 大久保、新田辺、新宝の高野原、大和最大寺へは、後の急行が先に到着します。武田、武田です。お忘れ物のないようご注意ください。一番乗り場から、大和最大寺行、き各駅停車が発車します。一番乗り場に、 新田辺行き各駅停車が4両編成でまいります危険ですから黄色い線までお下がりください新田辺へもこの電車が先に到着します武田武田ですお忘れ物のないようご注意ください一番乗り場から新田辺行き各駅停車が 発車します一番乗り場に奈良行き急行が六両編成で参ります危険ですから黄色い線までお下がりください途中の停車駅は丹波橋桃山御陵前大久保新田辺新宝の高野原大和西大寺新大宮です大久保で 柏神宮前行各駅停車に連絡します。武田、武田です。お忘れ物のないようご注意ください。一番乗り場から奈良行き急行が発車します。一番乗り場に奈良行き急行が六両編成で参ります。 危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は丹波橋、桃山御陵前、大久保、新田辺、新豊楚の、高野原、大和西大寺、新大宮です。大久保で新田辺行き、各駅停車に連絡します。武田、武田です。お忘れ物のないよう、ご注意ください。 一番乗り場から奈良行き急行が発車します一番乗り場に柏神宮前行き急行が六両編成で参ります危険ですから黄色い線までお下がりください途中の停車駅は丹波橋桃山五両前大久保新田辺新宝の高野原大和西大寺 西野郷、郡山、平畑、田原本、大和八木、八木西口、うねび御領前です。大久保で大和西大寺行き各駅停車に連絡します。武田、武田です。お忘れ物のないようご注意ください。一番乗り場から柏神宮前行き急行が発車します。 一番乗り場に橿原神宮前行き急行が6両編成でまいります危険ですから黄色い線までお下がりください途中の停車駅は丹波橋桃山五両前大久保新田辺新宝蘇の高野原大和西大寺西野京郡山平畑田原本大和八木八木西口うねび五両前です大久保で 新田辺行き各駅停車に連絡します武田、武田ですお忘れ物のないようご注意ください一番乗り場から柏神宮前行き急行が発車します一番乗り場に宮津行き急行が六両編成で参ります 危険ですから黄色い線までお下がりください途中の停車駅は丹波橋、桃山五稜前、大久保、新田辺、高度、宮巻です大久保で柏神宮前行き各駅停車に連絡します武田、武田ですお忘れ物のないようご注意ください 一番乗り場から宮津行き急行が発車します一番乗り場に天理行き急行が六両編成で参ります危険ですから黄色い線までお下がりください途中の停車駅は丹波橋、桃山五両前、大久保、新田辺、新宝の高野原、大和最大寺、西野京。 郡山、平畑、二階堂、千載です大久保で柏原神宮前行き各駅停車に連絡します武田、武田ですお忘れ物のないようご注意ください一番乗り場から天理行き急行が発車します 一番乗り場を電車が通過します危険ですから黄色い線までお下がりください 4番乗り場に京都行き各駅停車が4両編成で参ります危険ですから黄色い線までお下がりください京都へもこの電車が先に到着します武田武田ですお忘れ物のないようご注意ください地下鉄四条国際会館方面はお乗り換えください 4番乗り場から京都行き各駅停車が発車します4番乗り場に京都行き準急が6両編成で参ります危険ですから黄色い線までお下がりください途中の停車駅は当時です京都へもこの電車が先に到着します 武田。武田です。お忘れ物のないようご注意ください。地下鉄四条国際会館方面はお乗り換えください。四番乗り場から京都行き準急が発車します。四番乗り場に京都行き急行が六両編成で参ります。 危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は当時です。武田、武田です。お忘れ物のないようご注意ください。地下鉄四条国際会館方面はお乗り換えください。4番乗り場から京都行き急行が発車します。 4番乗り場を電車が通過します。危険ですから黄色い線までお下がりください。